魚探の電池が切れそうです。今朝布団の中で風予報を見て、あ、釣りに早く出せるなって思ったので、魚探の電池を充電してなくて、もう魚探の電池が空に、表示が空になりました。いつ切れてもおかしくないので、もうあとは勘でちょろっとやって、でもう戻り始めようと思います。さっきまではほとんど平地みたいな感じだったけど、ここはデコボコして魚がついてるっぽいです。ここが多分チャンス。またベイトっぽい粉みたいのが映ってるし、46メートル、着底。お、食った。食った。なんか群れでいたやつの一匹が食ったみたいです。上まで追ってきてて、シャ食ったの結構良かったのかも。イワシとかも海の中で見たら結構ピッピッピッって逃げてる場合があるような気がするので、青物じゃ、うわ、しっかりかかっとるっぽいです。はい、渋いかと思ったけど、すごい釣れ出した。反応はあんまり大して映ってないんだけど、なんか後ろにカモメがついてきてます。あー、もうクーラーが、魚があんま冷えんか。魚探の電池が切れました。ここからはもう勘でやろうと思います。もう まあちょっと風が吹き出したので、風に乗ってちょっと流しながらやって、でまあ釣れてもダメでも途中エギングに切り替えて、深いところにエギ沈めて、やってみようと思います。着底。あ、なんか食った。そこでん？目魚かな。エサなんか普通のエサと違う、ちょっとなんか肉厚なエサが釣れました。美味しそうなエサが。これは持って帰ろう。あれ、でもなんかちょっと模様がいつものエサと違う気がします。でも多分大丈夫です。このエサはあの鶏たちのエサを調達しないといけないので、鶏用に取っておこうと思います。まあ、人間も食べれるんだけど、小骨が多いので、着底。お、食った。
そんなに大きくない感じがするんだけど。お、イサキじゃ。うわ、外れんかな、これ網がないからな。ああ、外れてしまった。ああ、まあ群れでいることが多いからちょっとすぐ落としてみようか。一応。あ、止まった。食った。お、あ、あ、外れた、外れた。当たった。あ、落とそう。中層になんかいるわ、多分。イサキかな、多分。あ、なんか、あ、食ったか？違うか？あ、やばい。竿先に絡まった。ああ。ダメそうです。よし、エギングをやろう。アオリが、もしかしたら、いいのがいるかもしれないし。あれ？針が一個ない。ああ。やっぱ、サワラ系がどうも回ってるみたいです。リーダーにもちょっと傷がある。これは、ティップランエギング用の重たい 40g のエギです。2年ぐらい前に買って、無事に生き残ってるやつです。前これ、こういうので爆釣した時があって、あの時は本当すごかったです。釣れない時は全く釣れないけど、イカがすごい回ってきてる時とか、活性のいい時にやったらもう、すごい楽しい時があります。ちょっと目玉が片方もげちゃってますが、やってみようと思います。なんとなく近づいて、なんとなく20メートルぐらいの雰囲気かなというようなところをやってみようと思います。あまりに深いと、沈めるのも難しく、釣りも難しくなるし、深いとこだと、岩礁とかが なかった場合に、ただひたすら砂漠でやってることになるので、まあ20メートルぐらいなら、だいたい、素潜りとかしても、20メートルぐらいまでは岩があって、砂地との際だったりとかっていうのがよくあるので、そんな感じのとこならまあイカがいてもおかしくはないだろうというような感じで、岸に寄ろう。着底。お、釣れた釣れた釣れた。ドラグ緩めて。釣れた釣れた。ジギングタックル P1.5 号。ああ、引いた。引き出した。ああ、見えた。でかいじゃん。ああ、足一本じゃ。足一本。ドラグ緩めて。サイズはでかい。めっちゃいいサイズ。ティップランで釣れたらでかいのが釣れる気がする。あ、ちょっと網の柄が短い。住みかけられそうだけど、こ
これは撮りたい。絵が長ければもう救えるんだけど絵が短い。やったー、救ったー。でかい、釣れた。これ40g。すごい立派なアオリが釣れました。この調子で帰りながらやろう。いるわ、一応深いとこにはいいのが。あれあれ、あ、釣れた釣れた。もう今のなんか着底みたいな感じで落としたら釣れた。釣れるわ。バクチョウではないけど探ってれば釣りが成立する。あー、見えた。あれ、アオリじゃない？アオリか。海がすごい。あ、さっきと同じようなかかり方。さっきよりでかいかも。はい、取った。すごい。でかい。春アオリみたいな。でかいです。さっきより多分ちょっとでかいです。めちゃくちゃいいアオリ。エギの固めがなくても別に釣れるようです。あと糸は結構 1.5 号でも全然大丈夫なようです。竿はまあ硬いのかなとは思うけど、糸が太い分には根がかりが回収できそうです、エギを。まあただ流れとか風がある時にはやっぱちょっと糸が太いと押されるかもしれないけど、でもまあ実際 1.5 号あったら結構回収できていいのかもしれないです。まあ今のところまだそんな根がかりっぽいのはないけど。今日はなんか結構楽しくなってきました。2匹釣れたからいいのが。しかも着底。釣れた、やった。今のは嬉しい。この真下の深いところで釣れギング、釣れ出すとめっちゃ面白いです。釣れないときは全く釣れないけど。多分20メートルぐらいじゃないかなと。あ、これも足1本。あ、あ、でもこれもサイズいいサイズです。はい、取れた。あ、炭まみれになった。この辺が別にいいけど、これは秋イカサイズです、本当の。でもさっきのがでかいだけで、これも全然いいサイズで美味しいです。
網がぬめり含んで重たくなった。今日は最初エギングもジギングも全然釣れなくて、潮もすごい濁ってるし、もう絶望的だなって思ったけど、諦めずに一応ジギングで進んでいったら、ちょっと地形が変化があるようなところでちょろっと魚の反応が移り出して、でヒラマサがガツンと来て、でその近辺はすごいこう毎回と言っていいぐらいちょっとこうジグにガンって当たってきたりとか、反応がすごく良くて、もうその辺はすごい楽しくなりました。でクエも釣れたし、でライトジギングのタックルを使って、40g の重たいティップライン用のエギを使って、全然エギング成立するんだなっていうのがちょっと発見でした。穂先も柔らかい穂先ならそれはそれでこう当たりを取れたり、そういう楽しみとかもあるんだろうけど、別にジギングぐらいのライトジギングぐらいのやつでも、状況によってはこうちゃんと別にイカが釣れてできるんだなって思いました。B も 1.5 号とかでも、このアオリイカはもう今日さばいたりせずに、バットとかタッパにキッチンペーパーを敷いて、で入れて、で蓋をして、でチルド室とか冷たいところに入れておきます。それでまた明日以降にさばこうと思います。せっかく秋イカいいのが釣れたので、イカとイクラを混ぜたイカイクラを作って、この大きいやつとか楽しめたらなし 2,3 日って思います。でヒラマサとかクエも新聞紙とかキッチンペーパーとかいうのにくるんでビニールに入れてれば全然 2,3 日とか冷たい温度になってれば大丈夫なので、これも今日やったら大変なので余裕を持って、熟成にもなるし、また数日後にヒラマサさばいて、でクエはまた数日後に蒸し物にしようと思います。でこのエソは生か茹でるかして鶏にあげてみようと思います。で小さめのヒラマサと羽織のいい方のやつ、一匹ずつご近所さんにあげました。山なのでお魚とかあげたら喜ばれるかなと思って。